警察強度防衛隊デンマーク強度防衛隊はデンマーク王国における軍事組織の一つである。デンマークにおける第四の軍としての性格を持つ。刑事は3軍を指揮する国防軍司令部の参加にはなく国防軍司令部と同格で国防大臣の参加にある。有事において国防軍司令部の指揮下に置かれる。18歳以上の市民からの志願者で構成されている。 2009年時点での人員数は陸軍強度防衛隊が約4800人、海軍強度防衛隊が約4500人、空軍強度防衛隊が約5300人、社会基盤強度防衛隊が約2900人となっている。デンマークは第二次世界大戦中にドイツに国土を占領され、レジスタンス運動を行っていた経験を有している。 終戦直後の1945年6月には、強度防衛組織設立の要求が起こり、1949年に、デンマーク強度防衛隊が設立された。組織の設立にあたっては、レジスタンス活動が、デンマーク政府から独立して活動していたことが、影響しており、国防省の参加にあるものの参軍とは別個の組織となった。冷戦期において、 強度防衛隊は軍を補佐し侵略軍を撃退するための組織として構成されていた。冷戦終結後は組織のあり方が見直され2004年からは災害対応部隊としての任務も重視されるようになった。主要組織は以下の4つ。ありがとうございます。